皆さんこんばんは。ガプコン TV アシスタントの彩奈です。本日からですね、第3水曜会のガプコン TV のアシスタントをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでですね、ゴージャス先生、私これからやっていくにあたってですね、ガプコン TV の心がけというものをですね、教えていただきたいと思うんですけれども、お願いいたします。愛嬌。あれ始まらない。なんで始まらない。チューリップの球根いっぱいいただきました。わしのトークは生クラじゃい。みなさんこんばんは、ゲーマー女優の彩奈と申します。今宵も一日いいスタート、いいスタート。ここさあ皆さんこんばんは、番組 MC のアメリカザリガニ平井でございます。ザリガニザリガニ、さっき見た酔っ払ってないわ。痛い。酔っ払ってないわ。改めまして皆さんこんばんは。第3水曜日、担当の彩奈と申します。よろしくお願いします。これビニャ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 ってなってるよ。これビニャ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 。私のようですね、この番組にまだ慣れていないと言われる、結婚宣伝マンのですね、松本潤さんです。はい、2代目宣伝マン松潤です。こんばんは。これなんやろな、この感じ。なんだろう、なんやろ、いや繋がってないからね。もっとこうパーンとパーンと言ってもらいたいですよね、宣伝マンとして。すいません、まだ慣れてないので、徐々に慣れますので、よろしくお願いします。一発目大事なんじゃないですか。一発目の声出しみたいなのがいるんじゃないですか。はい。ああ、いい。それで、それでいきましょう、これから。なんか3回目からじゃあこれ。3回目。はい。ああ、いいですね。いいですね。何に対してのはいだったの。彩奈ちゃんが振ったら、それで。わかりました。何のはい。ちょっと一回練習してみます。ね、お願いします。すいません。サクッと振ってあげてくださいよ。じゃあ、カプコン宣伝マンの松本潤さんです。はい、カプコン宣伝マン松本潤、松潤です。ちょっと変わっていってるやん。どんどん変わっていってるやん。心配になってきちゃった。宣伝できるのかな、これ。まあでもね、元気あっていいですよね。はい。全部それになって思った。あかん。誰あんなプログラム組んだん。全部はい、全部あれやんが。はい、じゃあ続きましては元気はいが。前回のね、チョイクアップで大はしゃぎしてました、宇宙ヘタレ海賊ヘタレ海賊ゴージャスさんです。ウォーチー第一水曜日よりレボリューション。どうも宇宙コメンテーターゴージャスです。よろしくお願いします。いやー、やっぱ愛嬌があるわねえ。鼻が、絵に力ありますよね。ねえ、絵に力がねえ、絵に力がある。絵に力がある。絵に力がある。地球儀持ってきてる。なんでや。なんで持ってきてない。服をなんか用意してたら地球儀忘れるという。まさかの。聞きたい。聞きたい。なんでこれなの。なんか見た目、見た目必要じゃないですか、やっぱり。いや、見た目必要なのすごいわかるよ。閣下、デーモン閣下って、被り物すごいの必要じゃないですか。そうね。あれでね。
なんか持ってる感じあるから。いや、それ分かんない。いや持ってるわけじゃないね。もっとすごいところでずっとやってはんねんけど。相撲の知識ないから。いや違うやん。今日なんで急にこれに変えたんや言うて。ちょっと海外の人が多いからなんかコメントが。海外の人多かった。海外の人だからクレイジージャパニーズ見てもらってさ。クレイジージャパニーズ。PPAP みたいなね。続けるみたいな。ああやな。ありますね。なんか大きな市場を見てますからね。うん。ね。まあなんか作ったらそういうの。ね。I have a pan みたいな。I have a pan みたいな。うん。おいいね。ファッションや。Everybody ファッション。Everybody ファッション。ちょっとファッションが世界的に流行ってるからね。俺のにしたいから。いやグレーでさ。そうだから。あじゃもだからなんだろう。日本の人じゃなくて今日は海外の人に。Welcome message。Welcome message。日本の皆さんすいません。ゴージャスは海外のコメント見てからずっと海外に売り込もうとしてるんですねえ、How are you? I'm gorgeous I'm gorgeous I'm gorgeous ビジネスゲーマー、yeah. ビジネスゲーマーオールゲームビジネスどういうこと？すべてのゲームはビジネスなんだ。最低なこと言ってよ。ちょっとほんま荒らしてくださいもう。あんやろうって荒らしてください。でもあやちゃんもね、ほらゴージャス感をほら。ちょっとね、解読解読を書く、それそこ、それペンなんかペンなんか見る、なんでなんでなんで、ありましたっけ、あったでしょ今、ドクロのペンなんて、クレイジージャパニーズにはなりたい、クレイジージャパニーズなった方がいいよこれ、いや両サイドまあまあクレイジージャパニーズ、いやいやいや、俺からしたら、違う、だって家から出てこへん人やろ、あこれアウトドアの人ですか、それはね、ノーアウトドアの人、ノーアウトドアですね、インドアオンリーでしょ、そう、友達も限りなく少ない。でしょ、うん、久しぶりに外出たらなんかすっごい豪雨が出てなんかこれ発見されてないから家戻った方がいいんじゃないかなっていやそんな嘘思わへんやろ豪雨ねそうすごいねえということで、うん、何やねんねえ今日なんかこう小島さんがほんモンハンのプロデューサー小島さんがそうなんですよねえ大丈夫なんですかね、うんまあリニューアル一発目、うん、やっぱりそのコジピーにも来てもらいたいと思って、うん、ブッキングはさせてもらったんですけど、はい、豪雨のためですね、うん、まだ全然ここまで来れてない大阪にね住んでるんですもんねそう小島さんがねリブイン大阪ですよリブイン大阪、うん、小島プロデュースウェルカムトゥ東京ですよねえ静岡あたり静岡あたり静岡レイン静岡レインレインハードうん、ハードレインハードレインおストップ新幹線新幹線英語で何ストップ新幹線はもうダメだみたいな新幹線ダメみたいになるから新幹線って英語英語なねやっぱあるでしょありますなんかねあるなん何個わかんないです私、うん、あのエクスプレスしかわかんない十分やスーパーエクスプレススーパーエクスプレス、ね、新幹線合ってんのかな、ねね、どうですか海外の方、海外の方いなくなっちゃった？いや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 、ツイッターです。ツイッターですよ。日本のツイッターですよ。ね。いなくなっちゃった。全然いるって。ねえ、ということで。これはもう。やっぱね、3週目だから。はい。一週目いなかったでしょ、海外の方。一週目いますよ。海外いました？いましたよ。タッチのこと見てなんか言ってました？いや、目がおかしくなったんじゃないかってみんな言ってた。あれなんか同じやつが2人並んでるんですよあれって、うん、眼精疲労かなってみんなやってたそんなにそうよやってたよそれに対してのこれですからこれですよねもうすごい対抗意識をねあやちゃん彼は持ってるわけですよずっと言ってますもんねそういう感じでいいのかなでもこれで売っていくんですかね対抗意識のでもいいですか言うてもね言うても仕事一日取られてるんですよだからリアル仕事一日そればっかり言うてんの一日取られた俺も一日取ってんだお前はよ見てるのかザタッチよおいコメントしろが面白いやつまたまたお前らが盛り上げろショコラちゃんが見てるらしいでもあショコラちゃん見てるねショコラちゃんショコラちゃん気持ち悪いお前ガチで好きやろ何ショコラちゃんショコラちゃんに会われへんようになるっつって会えなくなったらなんかすげえ可愛く感じてきてなんかツイートとかもちょっと見ちゃうこれ
愛おしいみたいな。なんだろうこの気持ち。なんだろうこの気持ち。お前恋なんじゃない。いやダメだ。サンミュージックだから。いやそういう問題じゃない。お前子供おるやないかい。ダメだサンミュージックや。サンミュージックやから関係ないそんなもん。何ちゅう考え方やろ。頼むでほんまこっち。本当にそうね。そうですよ。3週目はねやっぱ僕は盛り上げていこうと思ってますんでね。ね、はい、そうですよ。もういろんなところで見れるんですこれは。ね。フレッシュ YouTube ライブ、ニコ生 Twitch、うん、これ4つで見れますから、これ今出てますけどもね、はいはい、カプコン TV なところで見ていただきたい。そうでございます、うん、カプコン TV 公式サイトからですね、うん、好きなところで見ていただいて、うん、さらにはチャンネル登録していただけるとありがたいです。うん、うん、インジャパンね、インジャパンインジャパン。あと番組公式 Twitter もですね、フォローをお願いしていただいて、フォローね、はい、初めて見た方でも ね、うん、このここです、この Twitter をですね、ポチッとフォローのボタンを押していただけたら、もうそれで、うん、こちらはもうとても嬉しいです。フォローミン、はい、フォローミー2000、うん、フォローミー、ついてこいみたいな。え、どういうことフォローミー、あ、合ってますよね。いや、まあ合ってる合ってる合ってる、ね、2万2000ですから。おもうちょっと行きたいと。世界的にもっと行きたいですよね。うん、まあ、もう英語でツイートすればいいだけの話なんですけどね。いや、英語誰もできないじゃないですか。いやいや、僕らはせえへんやろ。あれがやってくれんじゃんの、そのツイッターが訳してくれるかな。本当に大丈夫、訳してくれ。松潤さんとかって英語できるんですか。日本語も怪しい。いやいやいやよう座ったな、そこに。これは怪しい、ね、どうすんだこれ。35年ぐらい来てますから。いやいや、気づこうよ、もう折り返すよ。どうすんだもう。早い人やったらもう完全に折り返してるよ。ねえ、ちょっとね、オッケー、はい。なんか喋り出したんちゃうんかよ。ちょっとねっていうか待ったんやけど、1週目、うん、1週目の水曜日やっぱり平野さん両方出てるから、はいはい、大体分かるじゃないですか、うん、雰囲気的に、うん、1週目と3週目ってどっか違いますね。あのね、1週目はね、うん、なんていうかな、うん、和やかな感じがしたね、うん、ちょっと、まあまあまあ、優しい感じ、うんうんうん、そこにだからパンチがあるのかっていうのもあるけど、で今回この3週目の方のチームは、うん、なんかね、うん、ギクシャクしてるギクシャクして、もう各々が各々の好きなことをやっているから。いや、そんなことないよ。何をどうまとめた。だって初めてやんか、うん、そうそうそう、初めて のアシスタント業ですよね。ほなもうこっちをメインにこういろいろここ中心に俺らがこう寄せて引いてをやるわけよ、うんうんうん、それがやで、うん、いきなり海外の人がおるからそんな自分のことばっかりやられたら、うん、ちょっと待って、帽子メインで撮ってない違う、俺がいて帽子があるんだよ。あ、すげえやん、ドロロン煙幕やん。こっち、こっちが、いや、こっち何や背伸び競争じゃないんだよ。なんやねん、背伸び競争って。背伸び競争って何なんですか。背伸び競争じゃないんだからって。あたかもそれを俺たちが当たり前のように使ってるみたいに言うけど、背伸び競争ね、やったことないわ、背伸び競争。いや、ほんとに、ゲームの話もう So sorry So sorry じゃないよ。 So sorry なんかあの前半でもあのうちさんが言ってたじゃないですか、はい、ね、うん、ベンデッタがすげえぞって、あ、うん、言ってなかった。言ってました、言ってましたね、合ってるよね。そう、合ってます。僕の知り合いのね、誠さんも大絶賛の誰誠さんって映画を年間200本見てる、すごいな誠さん。まあね、その件なんですけれども、はい、まあ、全国で大ヒット上映中、うん、バイオハザードシリーズのフル CD 長編アニメ、うん、映画最新作、バイオハザードベンデッターなんですけども、うん、なんと興行収入は1億円を突破した。おお、すごい。で本作の、辻元貴則監督と、うんうん、またあの監督自らがシートを仰ぐ、うん、推し幻のトークイベントが先日開催されましたので、うん、そちらの模様をカプコン TV が取材してまいりましたのでご覧ください。気が散るわ。バイオハザードベンデッタ、はい、監督の辻元です、よろしくお願いします。辻元からお世話になっております。あのちょっとたまらですが、本当はダメだけど、あ、こんなところにパソコンが、あ、こんなところに映像がとか言いながらちょっと相談で来てもらったりはしましたよね。ダメ出しがあったんですよね。でも、もうその時言ってるし、それがね、ラブをどうせ手遅れかなと思う。モデル犬です、うん、モデル犬の問題だから、じゃあそれ直すと大事になるの分かってる、分かってる。ドーベルマンでしょ、ドーベルマン
道具ラン元は生の道具ラン見たことあるあの足はない太すぎます太すぎますまあね車を押しつぶすったりするから太くしてくれたって言ってたけどなんかバイオこれ次狙ってる匂いがプンプンしたんですけど狙ってるわけじゃない、うん、ただ上履き鍛えたいことがある狙それをね、大概の人は狙ってるっていうのが一応聞いていい誰よ、ジルバイオちゃんやっぱりジルでしょやっぱりジルでしょやっぱり、あ、カッコの人いたいたよやっぱりジルでしょこのね、おじさんがやたら詳しいのが気持ち悪くて気持ち悪くてバイオあの詳しくはパンフレットで対談させてもらってるんでパンフレット読んでもらうと載ってるよ俺、今いいこと言いましたこれで田島と高成も一人前の監督の仲間入りた以上はこれからは敵なのでえ天からは容赦なく叩こうとこんなにみんなが楽しんでもらえていい感想を聞けたことがなかったのであこれ俺作ったんだっていう感じで最近ふわふわしておりますこの作品まだ、まだまだ上映は続きますここにいる方は多分ほとんど気に入ってくださったと思いますんで、口コミって意外と効力あります今から帰るまで独り言を延々ベンデッタって言いながら帰っていただけると、はい、今日はありがとうございました。ベンデッタ。おお、相当すごいね。うん。これ僕も2回ぐらい見に行きましたけど。2回ぐらい。2回見に行きましたけど。よかった。2回でも曖昧になってるから。2回ぐらい。いや本当面白いですよ。もうねレオン様がかっこいい。やっぱこのアクションシーンは見ものですか。見ものですね。うわもうあのバイク乗りながらのあんま言えないですけど、そこがなんかもう超かっこいいですね。乗り物でね、今もうバイク映ってましたけど、はあ、あんなことができる時代になったんですね。CG で絵が綺麗、三作品目って言ってましたよ。CG のね、いやすごいどんどん向上してるんでしょうね。いやすごいな。まだ上映が続いております。はい、バイオハザードベンデッタですが、イオンシネマ幕張にて6月24日に驚異のサウンド。ドルビーアトモスでの上映とトークを合わせて楽しめる鑑賞会イベントが開催されます、本作の脚本を担当しノベライズも執筆された深見誠氏そして本作では原作鑑賞を務めました我らのコバピーさんが出演予定です、詳しくは公式サイトをご覧ください。現在、はい、コン TV の公式ツイッターでですね、上げられている画像がですね、ありまして、はい、それをリツイートしていただいた方の中から、抽選で3名様にですね、こちらの押井守さんと辻本監督のサイン入りクリアファイルをプレゼントいたしますので、どしリツイートお願いいたします。よろしくお願いします。ね、私ももうリツイートしてますからね。狙って、はい、ね、狙ってますよ。私 もショコラもね、タッチもね、みんなツイートしてますよ。タッチも来てる。タッチはね、ゴージャスさん、我々は第3水曜日も狙っているぞ。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。メジャー芸人だろ。仕事なんだろ別に。なんだそれ。メジャー芸人。おい。さらにショコラちゃんが画像をキャプチャーした後に、何これ。何これじゃない。何これじゃないんですよ。帽子込みで。何これ。何。サルサじゃねえぞ。おサルサじゃねえぞこっちは。なんやねんお前は。全部ずれてるやんけ今日。どないしたんや。ついてこいカメラとスイッチャーで。ついてこい。カメラとスイッチャーでついてこいって。大事なのは音声やろお前。ね。はい、リツイートしましたね。はい。大丈夫です。じゃんじゃん皆さんね、リツイートしてください。よろしくお願いします。うん、では、そして先週、開催されました、E3 の会場で、前任のね、橋健さんがいろいろとなんか言って撮ってきてるみたいなので、そちらの映像もご覧いただきましょう。はい、振らへんのかい。
はい、ということで E3 やってまいりました。 E3 初日、ここからオープンなんですけど、見てください、すごい人です、すごい。リオレースが大きく映ってますよ。ね、すごい。すごい大迫力で。つながる。つながるや、つながる。ロックマンクラシックスコレクション2の、こちらですね。あっちに親友台が置いてます。ほら、飛べる。イヤホンがロックマン仕様になってます。おお。すごい。すごい。いい出来。さあ、マブカップインフィニットのコーナーでございます。ズドーンと座ってますね、ウルトロンシグマ。おいやーすごい、結構お金かかってるみたいです。こちらあの体験版配信されてますんで、皆さん体験してください。おツーン。ツーンじゃない、なんやこれ今の。なんちゅうかあれ、あ寝起きやんあれ、出してダメですよ。なんで最後のすん、威厳がなくなっちゃうでしょあれ。すごいな。いや相当ワインを飲まれたんじゃないかっていうような顔してましたけどもね。まあでもインパクトのある発表だったんですけど、ね、すごい E3 ね、うん、はい、橋健さん行くんですね。ね、なんで僕はいけないんですか。カプコン宣伝マンって何なんですか。いや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 、もう、ね、いや、いけないよまだどう考えても。あ、でもね、まだね、池下積みここでつんなんか、そうそうそう、こう、ね、うん、で、どこで見てたんですか松潤は。パソコンの前で言うライブで同じだ、はい、皆さんと同じスタートラインでちゃんとこう受け取って、はい、あ、よかったでしょ。でも、ね、よかったですね。ユーザーみたいな。いや本当よかったですもん、ね、よかったです。モンハンワールドもね、ちょっとびっくりしちゃって、俺も最初に小島プロデューサーから LINE で来たじゃないですか、うんうん、俺リークしちゃったのかなと間違って僕らにね、うん、して、うんうん、俺らも口止めしなきゃいけないのかなと思ってたら、あっと思ってツイートしちゃったらどうしようみたいなこと言ったけど、うん、いいですよって言われて、えっ、あ、いいの、もう言われたんだと思って、あ、なんだよと思って。朝ね、あの緊張感なんだって。朝見てないから、ね、うん、そう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 、うん、だすごいわけですよ、ね、これでやっぱりまた買ってもらわないと、ゲーム機を。家庭用ゲーム機と言われるね、みんな持ってるもんね。 PS4 ね、はい、まあ、プロ出てますからね。プロスイッチも出すでしょ。そうよ、二大巨頭のください、買えや。おっさん買えや。本当に買いますよ。大丈夫ですよ、早く買え言うねん。まだ出ないでしょ、だってモンハンワールドも。いやまだ出ないけど、うん、買うんです。他にもやっぱカプコのゲームあるから。うん、行っちゃいますか。もう、はい、行きましょう。行きますか。行きましょう。すごい待ってる人がいるんで、うん、あ、すいません、ごめんなさい。そうですね、そうでした、忘れてました。はい、はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、行きましょう。はい、最初の紹介タイトルはこちらになります。え、もう一個、もう一個ね、もう一個ある。ん、俺、まあ、僕がちゃんと振ればいいんですかね。はい、そうか、E3 で、ごめんなさいね。はい、ごめんなさい、慣れてないもんと。いやいや、大丈夫です、大丈夫です、お互いに。はい、大丈夫ですよ。まあ、あの E3 では発表されたばっかりなんですけども、うん、あのモンスターハンターワールドですが、うん、はい、昨日東京ベルサール秋葉原で開催されたモンスターハンターワールドスペシャル、うん、公開生放送の様子をですね、おいおいおい、取材してきておりますので、ぜひご覧ください。こちらでございます、どうぞ。すごい数ですけども、お、あ、
構イップスイップスピース。これこれ。お。あ。おおなんかなんかおなんか翼のようなものが。翼のようなものなんかどうですかね。今あった瞬間。カプコン TV をご覧の皆さん、こんばんは、モンスターハンターワールドプロデューサーの辻本です。昨日はですね、皆さんがモンスターハンターワールドのですね、生放送を見ていただけたでしょうか。おそらくですね、もう今月6月のですねワールドの情報は昨日の生放送で出したものになると思いますので、ぜひまだ見てない方はですねアーカイブでも残っておりますので、ぜひそちらの方を見ていただけたらと思います。この後ですね、7月以降ですね、またワールドの情報出せるタイミングで、しっかり出していこうと思っておりますので、期待しておいてください。はい、ということでございますね。まあ昨日放送で見逃した方はですね、はい、モンスターハンターワールド公式サイトまだ見れます、はい、ぜひそちらの方チェックしてもらいたいと思いますね。はい、いずれこのカプコン TV でも、情報をどんどん出していきたいなと思ってますんで、ぜひお楽しみください。